はい、こんにちは、レトスの小野です。今回なんですけれども、建築協定について解説いたします。正直建築協定それほど難しくなくて、もうポイントも限られていますので、そのポイントをしっかり押さえていきましょう。で、そもそもですね、建築基準法っていう法律ありますよね。これっていうのは最低限のルール、建物を建てていく上での最低限のルールしか定められていないんですね。なので、そのルールを守っていたからといって住環境が守られるかっていうと、まあ、そうじゃないんですよ。例えばある閑静な住宅街があって、まあ、そこでですね、ちょっと店舗付きの住宅がありましたと、作られました。その店舗がすごく有名になっちゃって、もうたくさん人が来ると、そうなってくると住環境ちょっと崩れちゃいますよね。でも法律上は別にその区域で店舗作ってもいい、そういった場合あるんですよ。なので建築基準法上は別に問題はない。だけれども、ちょっと住環境が損なわれてしまう、まあそういったこともやっぱあり得るんですね。だからそういった時にこの建築協定っていうのが使われたりするんですね。どういうことかというと、例えば今の事例で言ったら、その区域については用途制限を特別かけてですね、居住用建物以外は作っちゃダメです、店舗は作っちゃダメですっていう風なルールを作るんですよ。そうすることによって住環境を守られますよね。まあその他ですね、屋根とか外壁の色を制限したりすることもできます。例えば奇抜な青だったりとか、真っ赤だったりとか、黄色だったりとか、そういった奇抜な色は使わないでくださいねとかっていうこともこれ定めることできたりするんですね。なので、ある一定の区域において建築基準法よりも厳しいルールを適用させる、そうすることによってその街の環境を整える、そういったものが建築協定なんですね。で、この建築協定っていうのはどこでも、協定を結ぶことができるわけじゃないんですね。例えば隣の家の人とかね、もう近隣の人たち集めて、ちょっとここを建築協定しようよって言ったとしても、それはできない場合もあるんです。これは市町村の条例で定めた区域の中でないと建築協定を定めることできません。建築協定締結できません。なので、まず一つ目のポイントは、市町村の条例で定められた区域だけ建築協定を締結することができるんだ。ここをまず頭に入れておきましょう。で、続いて建築協定の締結の仕方です。これは土地所有者及び借地権者、これ全員の合意が必要です。全員が話し合って OK だよと。で、その上でかつ特定行政庁の認可を受けることで建築協定を締結することができます。この特定行政庁っていうのは、まあ、市町村長とかっていうふうに考えていただければわかりやすいと思います。まあ、この点はね、あんま気にしなくてもいいです。特定行政庁ってそのままもう覚えた方がいいですね。まあ、イメージは市町村長とか、そういったイメージです。で、また建築協定を変更する場合もあるんですよね。内容をちょっと変更しよう。で、そういった場合も全員の合意、土地の所有者及び借地権者全員の合意、プラス特定行政庁の認可が必要ですよって話ですね。で、もしその建築協定を廃止する、もうやめましょうって言った場合は、土地所有者、借地権者の過半数の合意を得た上で、さらに特定行政庁の認可が必要ですよっていう内容です。この手続きもよく出題されますので、ここも頭に入れておきましょう。で、最後のポイントとして、一人協定ですね。この一人協定ってどういったものかっていうと、例えばなんですけども、ある広い土地を、分譲会社が買いましたと。いわゆるデベロッパーですね。この大きな、土地、広い土地を買い取って、そこを開発をして、20区画に分けて、20人に売るよって。まあ、そういった場合です。そういった場合に、もうこの分譲、分けて売るってことですね。分譲って、売却するってことなんですけども、販売する前に、先にこの20区画についても建築協定結んじゃうって話なんです。もう所有者はそのデベロッパーだけですよ。デベロッパーだけだから一人で協定を結ぶって話なんです。で、特定行政庁の認可をもらうことによって、この20区画っていうのは建築協定結ばれるわけですね。これも可能なんですよ。で、この場合は認可を受けてから3年以内に、この土地の所有者、2人以上になった時からこの建築協定の効力が発生しますよ。まあ、つまり誰かに売ったらそれで所有者が2人になりますよね。デベロッパーとその人になりますよね。もちろんデベロッパーっていうのはもう全部売っちゃうので、最終的には20人になるんですけども、まあ、2人以上、所有者が2人以上になった時から、この建築協定の効力は発生するんだよ。っていうことですね。まあ、このあたりはしっかり頭に入れておきましょう。まあ、内容的にはそれほど難しくありませんね。
ただ覚えなければいけないので、ちょっと大変かもしれないんですけども、ポイントを押さえておきましょう。市町村長の条例で定めた区域内で建築協定は締結することができるよ。で、建築協定を締結する場合、および変更する場合については、土地所有者と借地権者、全員の合意をもらった上で、さらに特定行政庁の認可が必要ですよ。で、建築協定を廃止する場合、は、過半数の合意をもらった上で、特定行政庁の認可を受けましょう。で、一人協定っていうのもできますよ。で、一人協定については、認可を受けた日から、3年以内に土地所有者、借地権者が2人以上になりました。まあ、どっちでもいいですよ。土地所有者が2人以上になってもいいし、土地所有者と借地権者一人一人でもいいんですけども、とりあえず土地の所有者、借地権者含めて2人以上になった時から、建築協定の効力が発生するんだよっていうところですね。このポイントはしっかり頭に入れていただければと思います。まあ、その他のポイントについても過去問とか出てきたら、それも一緒に合わせて覚えていただければ大丈夫なんで。基本的なポイントを抑えながら、過去問でその他のポイントも一緒に頭に入れていくってことをぜひ行っていきましょう。そして弊社例としては個別指導を行っております。イメージしながら勉強したい。理解しながら勉強したい。今回の部分で言ったら、あまり理解すべきところはありませんが、その他の部分についてはやはり理解しなければいけない部分ってたくさんあるんですね。そういった部分を今回みたいに丸暗記でやっちゃうと、いつまで経っても合格できません。覚えて忘れて、覚えて忘れての繰り返しになっちゃいます。まあ、そうなってきたら、もう勉強しても合格点マイナス1点2点までしかいかないんですね。そこのね、合格点マイナス1点2点までは、大体頑張ればいくんです。そっから合格点を取る。この1点2点プラスすることが難しいんですよ。そこっていうのは理解をしなければ、そこまでいけないんですね。だから理解学習が必要だっていうふうに私はずっと言ってるんですね。なんで、もしその理解学習を実践していきたいというのであれば、ぜひ個別指導をご検討ください。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認いただけます。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。